品川区役所広報広聴課発行、品川区声の広報、令和4年3月21日第2239号をお届けします。皆様こんにちは、いかがお過ごしですか。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。1番3月28日よりスタート、コミュニティバスの試行運行を開始します。2番4月から区の組織が一部変わります。3番品川学びの森、品川シルバー大学のご案内。4番品川情報プラザ講座催し。5番お知らせ。6番健康ガイド。7番応急診療所のご案内。8番新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ。9番品川区水と緑の基本計画行動計画を改定しました。10番子育てピックアップ。11番シニアニュース。12番品川情報プラザお知らせ。13番リサイクルゴミコーナー。以上の順にお伝えしてまいります。なお、これからご案内する記事の中でお問い合わせの電話番号などをお伝えしていないものは次のところへどうぞ。郵便番号 140-8715、 広町 2-1-36、 第二庁舎6階文化観光課文化振興係、電話 5742-6836 番、障害学習係、電話 5742-6837 番、ファックスは共通で5742-6893 番、スポーツ推進課地域スポーツ推進係、電話 5742-6838 番、ファックス 5742-6585 番。品川区スポーツ協会総合体育館、郵便番号 141-0022、 東五反田 2-11-2、 電話 3449-4400 番、ファックス 3449-4401 番。受付時間は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午後5時までです。戸越体育館、郵便番号 142-0042、 豊町 2-1-17、 電話 3781-6600 番、ファックス 3781-6699 番。以上です。催しなどで費用を特にお伝えしていないものは無料です。対象は原則として区内在住在勤在学の方です。詳しくは各担当にお尋ねください。内容についてのお問い合わせは電話代表 3777-1111 番までどうぞ。また区のホームページをご利用ください。アドレスは https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ です。なお、声の広報の記事の中でホームページアドレスをお伝えする際、冒頭の http://あるいは https://は省略していますのでご了承ください。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは3月28日よりスタート、コミュニティバスの試行運行を開始しますをお伝えします。愛称はシナバスです。バス停名、新設されたバス停は西大井駅、東急バス共用のバス停は大井原町、西大井2丁目伊藤学園、大井5丁目。また新設されたバス停です、品川歴史館北、桜会前、大森駅北口です。次に試行運行の概要です。運行ルート、西大井駅から大森駅北口、片道およそ 3.2 キロ。運行時間です。
西大井駅発、始発は午前7時、終発は午後8時半。大森駅北口発は始発が午前7時半、終発が午後9時となります。片道およそ20分です。3月28日の運行初日は、西大井駅発の始発は正午、大森駅北口発の始発は午後0時半になります。運行回数です。30分間隔で1日片道28便、8月以降変更予定となります。月曜日から金曜日、土曜、日曜、祝日、共通です。運行事業者は東急バス株式会社、使用車両、日野自動車ポンチョ、ショート、小型バスです。運賃です。大人、現金は220円、IC カード220円。小児、現金ですと110円、IC カード110円。障害者、大人、現金ですと110円、IC カード110円。障害者、小児、現金ですと60円、IC カード55円になります。回数券、こちら支払いは現金のみとなります。2000円券、こちらの券は220円券の10枚綴りです。1000円券、こちらは110円券の10枚綴り。その他500円券、こちらは60円券の10枚綴りとなります。東京都シルバーパスの利用もできます。路線バス、東急バスとの乗り継ぎを想定し、東急バス1日乗車券、大人520円、小児260円がコミュニティバス乗車時も利用できます。ただし、パスもスイカの利用時のみです。バス車内にて販売します。東急バス障害者割引1日乗車券、紙式は営業所で販売します。料金は大人260円、小児130円。定期券はありません。また、東急バス全線定期券も利用できません。コミュニティバスの愛称募集にご応募いただきありがとうございました。1月11日から31日まで募集したところ、267件の応募がありました。幅広い世代に愛着を持ってもらえるよう、分かりやすく覚えやすいものとして、シナバスに決定しました。お問い合わせは都市計画課計画調整担当、電話 5742-6760 番、ファックス 5742-6889 番です。3月28日よりスタート、コミュニティバスの試行運行を開始しますをお伝えしました。次は4月から区の組織が一部変わりますをお伝えします。新たな行政課題に迅速に対応するとともに、より良い区民サービスを提供できるように組織の体制を見直しました。変更点をお知らせします。新たな課、係を設置します。新庁舎整備課、新庁舎整備担当。新庁舎の整備を進めます。障害者施策推進課、計画推進係、障害者施設計画担当。障害者計画の策定や障害者施設の整備などを進めます。課、係の名称を変更します。今までは障害者福祉課、障害者福祉係でしたが、新たに障害者支援課、障害者支援係に変更します。新たな係を設置します。八潮まちづくり担当、地域活動課。八潮の魅力あるまちづくりを進めます。戸籍制度担当、戸籍住民課。法改正などに対して効率的かつ円滑に対応します。産業連携推進係、
商業ものづくり課、宮内産業の発展に向けた施策を進めます。就業支援担当、商業ものづくり課、就業支援を進めます。スポーツ振興担当、スポーツ推進課、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー施策やシティマラソン大会の開催などを進めます。子育てサポート担当、子ども家庭支援センター、養育支援やヤングケアラー支援などを進めます。事業者支援担当、高齢者福祉課、高齢者福祉施設の管理運営などに係る体制を強化します。認知症サポート係、高齢者地域支援課、予防の観点などを含めた認知症施策を進めます。高齢者活動支援担当、高齢者地域支援課、高齢者生きがい事業などを進めます。係の名称を変更します。商業ものづくり課、今まで創業支援担当が新たに創業支援係となります。文化観光課、今まで観光推進係だったものが新たに観光係となります。課を廃止します。オリンピック・パラリンピック準備課、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の終了に伴い廃止します。係を廃止します。庁舎計画担当、経理課、新庁舎整備担当、新庁舎整備課の設置に伴い廃止します。産業活性化担当、商業ものづくり課、産業連携推進係の設置に伴い廃止します。障害者施策推進担当、障害者福祉課、計画推進係、障害者施設計画担当、障害者施策推進課の設置に伴い廃止します。認知症対策係、高齢者福祉課、認知症サポート係、高齢者地域支援課の設置に伴い廃止します。組織の再編などにより窓口が変わります。総合庁舎などの整備に関すること、変更前の窓口は経理課、庁舎計画担当でしたが、変更後は新庁舎整備課、新庁舎整備担当へ窓口が変わります。創業支援施設、工場、アパートおよび品川産業支援交流施設などに関すること、また一般財団法人品川ビジネスクラブとの連絡調整に関することについての窓口は、今までは商業ものづくり課中小企業支援係でしたが、変更後は商業ものづくり課創業支援係となります。就業支援に係る事業に関すること、また公益財団法人品川区シルバー人材センターとの連絡調整に関することについての窓口は、今までは商業ものづくり課産業活性化担当でしたが、変更後は商業ものづくり課就業支援担当となります。障害者及び障害児に係る計画に関すること、また障害福祉サービス事業者の指導・監査などに関することについての窓口は、今までは障害者福祉課障害者施策推進担当でしたが、変更後は障害者施策推進課計画推進係に変更となります。障害者及び障害児の福祉施設などの整備に関することについての窓口は、今までは障害者福祉課障害者施策推進担当でしたが、変更後は障害者施策推進課障害者施設計画担当となります。品川区社会福祉協議会を除く社会福祉法人などの事業者の支援及び連絡調整に関すること、また高齢者施設の管理運営に関することについての窓口は、変更前は高齢者福祉課支援調整係でしたが、変更後は高齢者福祉課事業者支援担当となります。認知症高齢者ケア事業に関することについての窓口は、
変更前は高齢者福祉課認知症対策係でしたが、変更後は高齢者地域支援課認知症サポート係となります。高齢者の生きがい事業に関すること、また高齢者福祉団体に関することについての窓口は、今までは高齢者地域支援課介護予防推進係でしたが、変更後は高齢者地域支援課高齢者活動支援担当となります。認知症予防事業に関することについての窓口は高齢者地域支援課介護予防推進係でしたが、変更後は高齢者地域支援課認知症サポート係となります。以上です。お問い合わせは企画調整課、電話 5742-6607 番、ファックス 5742-6870 番です。4月から区の組織が一部変わりますをお伝えしました。続いて品川学びの森、品川シルバー大学のご案内です。楽しく学ぼう、学生募集。シルバー大学には充実したシニアライフ、教養と暮らしなどのテーマを幅広く3年間にわたって学ぶふれあいアカデミー、趣味や実技を全10回で学ぶうるおい塾などがあります。皆さんの豊かな学びを今年も応援します。まずふれあいアカデミー、ふれあいコース1年目です。こちらは前期と後期があります。まず前期です。5月6日テーマ、元気で生き生き100歳食。講師は服部栄養専門学校教授鈴木明氏。5月13日 AI の進化と私たち、講師はギリア株式会社取締役会長、清水亮氏。5月27日、報道ではわからない中国の真実。講師は拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡氏。6月3日、おっさんレンタルでセカンドライフを楽しく。講師は NPO 法人ママプラグ会長、荻野清。6月10日、春の見学会。江東区日本科学未来館。午前10時から正午を予定しています。6月17日、間違えてはいけない、笑いといじめ。講師は、ファンベスト代表、矢島信夫氏。6月24日、落語の楽しみ方。講師、話し家の柳家三之助氏。7月1日、もったいないライフ、マンションも一戸建ても。講師は漫画家の赤星民子氏。7月8日、地球市民的に見る協調的対話の重要性。講師、清泉女子大学教授、松井ケティ氏。7月15日、出会い、触れ合い、分かち合い、地域の助け合い。講師は品川区社会福祉協議会相互支援室室長の関彩子氏です。続いて後期です。9月2日、気象災害から身を守る。講師、日本気象予報士会、気象予報士の新海康夫氏。9月9日、海外協力隊とは。講師、JICA、海外協力隊、伊藤義弘氏。9月30日、近代日本社会の創造者、渋沢栄一の思想と行動。講師、渋沢資料館館長、井上淳氏。10月7日、天文学の歴史と発展。講師は、国立天文台天文情報センター広報普及員の内藤誠一郎氏。10月14日、我が身を守る防犯防災。講師は、大崎警察署、大井消防署。
10月21日は秋の見学会です。千葉県佐倉市国立歴史民俗博物館、午前8時から午後4時を予定しています。10月28日、ミュージカル映画の楽しみ方。講師は映画評論家、松崎武雄氏。11月11日、健康寿命を伸ばすための薬食術。千葉大学名誉教授の池上文雄氏。11月18日、世界情勢と日本の政治。講師は毎日新聞、客員編集委員の布施博氏。11月25日、年金生活の家計と資産管理。講師は、ファイナンシャルプランナーの小松英治氏です。そして、12月2日は、ふれあい発表会。正午から午後5時を予定しています。なお、ふれあい発表会は、班活動での研究成果を皆さんで発表するものです。以上が、ふれあいアカデミー。ふれあいコース1年目でした。続いて、うるおい塾春季です。全10回となります。ナンバー1、初めての筆ペン習字。4月28日から7月7日の木曜日。開始時間午前9時半から。場所は西品川 1-28-3 中小企業センター。教材費700円です。ナンバー2、初めてのボールペン習字。4月28日から7月7日の木曜日、午後1時半。場所は、江原6-17-12、江原第二区民集会所。教材費2000円です。なお、ナンバー1、ナンバー2、ともに、講師指定の教材、テキストなどを教材費で購入していただきます。ナンバー3、初めての書道。5月12日から8月4日の木曜日、午前9時半。場所は、大井 2-27-20、大井第二区民集会所。ナンバー4、575で若返り、初めての川柳。4月26日から7月5日の火曜日、午前9時半。場所は中延 1-9-15、江原文化センターです。ナンバー5、初心者のための水彩画教室。4月26日から7月5日の火曜日、午前9時半、中小企業センター。教材費5500円です。ナンバー6、シニアのためのゆっくり英会話。5月17日から7月19日火曜日、午後1時半、西五反田 3-6-3、大崎第一区民集会所。教材費2200円。ナンバー7、初めての韓国語。5月2日から7月4日の月曜日、午前9時半、平塚 1-13-18、江原第三区民集会所。教材費500円。ナンバー8、英語から入る初めてのフランス語。5月11日から7月13日の水曜日、午前9時半、東品川 3-32-10、東品川文化センター、教材費1500円です。なお、ナンバー5、ナンバー6、ナンバー7、ナンバー8はともに、講師指定の教材、テキストなどを教材費で購入していただきます。ナンバー9、あの時映画に心がときめいた。4月27日から7月6日の水曜日、午後1時半、西五反田 6-5-1、五反田文化センター。ナンバー10、SP オリジナル版でたどる昭和歌謡史。ナンバー18、特番、西条八十。4月28日から7月7日の木曜日、午後1時半、五反田文化センター。ナンバー11、手編みを楽しむ。4月26日から7月5日の火曜日、午後1時半、大崎第一区民集会所。こちらの教材費5000円です。なお、講師指定の教材、テキストなどを教材費で購入していただきます。ナンバー12、始めましょ、着物リメイク。4月27日から7月6日水曜日、午前9時半、江原文化センター。こちらは、
ほどいていない夏の着物1枚、浴衣、ウールでも構いません。その他、羽織1枚が必要です。ご用意できない場合は初日に相談に乗りますので、往復はがきにご記入ください。少し宿題になることもあります。ナンバー13、健康と美しい所作、優しい日舞。5月13日から7月22日金曜日午前9時半、五反田文化センター。浴衣一式、浴衣、半幅帯、腰紐2本、白足袋が必要です。ご用意できない場合は相談に乗りますので、往復はがきにご記入ください。ナンバー14、優しいフラダンス。5月6日から7月8日金曜日午後1時半、荏原文化センターです。ナンバー15、宮内史跡を訪ね歩く。5月2日から7月4日月曜日午前9時半、北品川 3-11-16 品川第一区民集会所ほか、長時間早めの速度で区内を歩きます。歩行に自信がない方はご遠慮ください。ナンバー16、動員養生校教室、心と体の健康づくり。4月27日から7月6日水曜日午後1時半、荏原文化センター。ナンバー17、ロコモヨガ教室。5月6日から7月8日金曜日、午前9時半、品川第一区民集会所。ナンバー18、はじめよう、姿勢改善セルフケア。4月28日から7月7日木曜日、午前9時半。南大井 1-12-6 南大井文化センター。こちらの教材費1400円です。講師指定の教材テキストなどを教材費で購入していただきます。ナンバー19、会話で脳トレと健康体操。5月2日から7月4日月曜日午後1時半大崎第一区民集会所。ナンバー20、初めての優しい速記。4月26日から7月5日火曜日午後1時半、中小企業センター。ナンバー21、デジタル一眼カメラ撮影入門。5月11日から7月13日水曜日午後1時半、五反田文化センター。こちらは教室内での講義と野外での撮影実習を2、3回行う予定です。ナンバー22、しっかり学ぶワード初級。4月27日から7月6日水曜日午前9時半、ヤシオ 5-9-11 コミュニティプラザヤシオ。教材費1500円です。ナンバー23、シルバーのためのエクセル入門。5月6日から7月8日金曜日午後1時半コミュニティプラザヤシオ。教材費1500円です。ナンバー22、ナンバー23ともに講師指定の教材テキストなどを教材費で購入していただきます。教室で使うパソコンは Windows 10、Word 2016、Excel 2016がインストールされています。マウスの操作、日本語入力、Windows の基礎を理解している方が対象です。ふれあいアカデミー3年生。1年目のふれあいコースは様々なテーマを学び、2、3年目の生き生きコースでは、ライフデザイン、地理、音楽、文学、歴史などのテーマを選択して学びます。また、学生委員会や班活動、見学会などを通して、学生間の交流を深めます。ふれあいコースを募集します。金曜日、午後2時から4時、全20回とふれあい発表会があります。場所は、前期が荏原 4-5-28 スクエア荏原、後期が中延 1-9-15 荏原文化センターです。対象は区内在住で5月1日現在60歳以上の初めて受講する方、定員は抽選で80人です。受講料半期分2000円、保険料が含まれます。入学決定者説明会は4月18日月曜日午後2時から5時、場所はスクエア荏原です。うるおい塾、入門的な講座を全10回のプログラム構成で春と秋に開催しています。指導は一芸ボランティア講師、運営は障害学習推進員が行います。春季コースを募集します。時間は2時間。
なお、ナンバー21から23は2時間半かかります。対象は区内在住で5月1日現在60歳以上の方、定員抽選で各10人程度、料金は各2000円、教材費は別、保険料は含まれています。なお、ナンバー21から23は2500円です。以上、いずれもお申し込みは3月31日木曜日までに必ず届くように、往復はがきに、ふれあいアカデミーか、うるおい塾の教室、ナンバー、教室名、そして、住所、振り仮名を振った氏名、生年月日、年齢、電話番号、うるおい塾の教室、ナンバー22、23を申し込む方は、お持ちのパソコンの Windows のバージョンを、郵便番号 140-8715、品川区広町、2-1-36 品川区役所文化観光課障害学習係までお送りください。ふれあいアカデミーとうるおい塾は両方申し込みできます。コースごとに往復はがきでお申し込みください。うるおい塾は1教室1枚の申し込みです。複数可能です。本人以外の申し込みはできません。新型コロナウイルス感染症の影響により変更または中止となる場合があります。入学案内配布場所は第2庁舎6階文化観光課地域センター文化センターなどです。入学式と記念講演会、人生後半新しいチャレンジ、4月19日火曜日午後2時から4時、場所は江原 4-5-28 スクエア江原。講師は昭和女子大学総長の坂東真理子氏。対象、令和4年度ふれあいコースに入学する方、新1年生です。お問い合わせは文化観光課障害学習係、電話 5742-6837 番、ファックス 5742-6893 番です。品川学びの森、品川シルバー大学のご案内でした。代わって品川情報プラザ講座催しです。おしゃべりコーナー、シニアの知恵袋。経験豊かな元民生委員と一緒に折り紙や小物作り、おしゃべりを楽しみませんか？ぜひお気軽にお立ち寄りください。毎月第3水曜日午前10時から正午。なお8月はお休みです。場所は平塚 1-13-18 江原第3区民集会所。対象は60歳以上の方。お問い合わせは高齢者地域支援課介護予防推進係。電話 5742-6733 番、ファックス 5742-6882 番です。五反田文化センター4月のプラネタリウム、土曜日曜祝日などに開催しています。詳しくはホームページ、アドレス shinagada-planetarium.com/をご覧いただくかお問い合わせください。3月30日水曜日、31日木曜日は春休み特別企画として投影します。1、ヒーリングプラネタリウム、4月1日金曜日午後7時から。対象は4歳以上の方、先着86人、費用は200円、4歳から中学生の方は50円です。2、お昼のくつろぎプラネタリウム、水曜木曜の午後0時35分から0時50分です。3、特別投影、林幹事の星空散歩、4月16日土曜日午後3時半から5時。対象は小学生以上の方、先着86人、費用は300円、小中学生は100円です。4、天体観望会、北斗七星と北極星、4月22日金曜日午後7時から8時半。講師は品川星の会、宮坂則夫氏。そして
中野星の会松屋健司です。対象は小学4年生以上の方、抽選で40人です。以上、いずれも場所、お申し込み、お問い合わせ、一度には当日直接五反田文化センターへお願いします。3は3月21日祝日午前10時から電話で五反田文化センターで受け付けます。4は4月12日火曜日までに必ず届くように、往復はがき1枚4人までで、イベント名、住所、電話番号、参加者全員の振り仮名を振った氏名、年齢、小学生の場合は学年を記入して、郵便番号 141-0031、 西五反田 6-5-1 五反田文化センターまでお送りください。こちらの電話は3492-2451番、ファックス3492-7551番です。なお、1と4は小学生以下の方は保護者が同伴してください。定員に満たない場合、4は4月14日木曜日午前10時から電話で受け付けます。先着順です。フラワーアレンジメント教室、4月2日土曜日、3日日曜日の午前10時半から11時半と午後1時半から2時半、緑と花のフェスティバルの中で両日とも開催します。講師はプランツモジュール社長、山口雅也氏。対象は区内在住在勤在学で小学生以上の方、各回13組26人、抽選です。小学生は保護者が同伴してください。場所、お申し込み、お問い合わせ、3月28日月曜日までに必ず届くように、往復はがき1枚2人までで、講習会名、希望日時、参加者全員の住所、氏名、電話番号を記入して、郵便番号 140-0012 勝島 3-2-2 品川区民公園管理事務所へお送りください。電話3762-0655 番、ファックス3767-8258 番です。品川情報プラザ講座催しでした。次はお知らせです。令和4年度特別区職員採用試験、対象者、一類、一般方式、事務・技術、土木・造園・建築・機械・電気。平成3年4月2日から平成13年4月1日に生まれた方。福祉・衛生監視、平成5年4月2日から平成13年4月1日に生まれ、必要な資格・免許を有する方。心理、昭和58年4月2日以降に生まれ、大学の心理学科を卒業したか、これに相当する方。保健師、昭和58年4月2日から平成13年4月1日に生まれ、保健師免許を有する方です。一類、新方式、土木建築、平成3年4月2日から平成13年4月1日に生まれた方。なお、平成13年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく短期大学を除く大学を卒業した方。令和5年3月までに卒業見込みの方含む。か、同等の資格があると特別区人事委員会が認める方も応募可能です。第一次試験日は5月1日日曜日。申し込み方法、4月4日月曜日までに、特別区人事委員会事務局ホームページ、アドレス https://www.union.tokyo/23citty.lg.jp/jinji/jinjiin/kai
http://index.html から申し込んでください。お問い合わせ、特別区人事委員会事務局任用課採用係、電話 5210-9787 番、ファックス 5210-9708 番、または品川区人事課人事係、電話 5742-7140 番、ファックス 5742-6872 番へどうぞ。区議会のケーブルテレビ放送、3月22日火曜日に行われる予算特別委員会での総括質疑の様子がケーブルテレビ品川で放送されます。3月27日日曜日、午後2時から10時、品川区議会自民党、品川区議会公明党、自民無所属子ども未来、日本共産党品川区議団、品川改革連合、品川生活者ネットワーク、品川無所属クラブ。3月29日火曜日午後2時から10時、こちらは再放送です。日本共産党品川区議団、品川改革連合、品川生活者ネットワーク、品川無所属クラブ、品川区議会自民党、品川区議会公明党、自民無所属子ども未来です。質疑内容によっては放送の終了時間が早まる場合があります。ケーブルテレビで放送された総括質疑の様子は、会議終了後、おおむね2週間で録画配信しています。品川区議会ホームページのインターネット中継からご覧ください。お問い合わせは区議会事務局、電話 5742-6810 番、ファックス 5742-6895 番、ホームページアドレス gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/です。マイナンバーカードを利用した戸籍証明書などのオンライン申請が可能になりました。マイナンバーカードの公的個人認証を利用した本人確認とクレジットカードによる手数料のオンライン決済を行うことで、自宅などから手軽に証明書の請求が可能になりました。発行した証明書は申請者の自宅に郵送します。取得可能な証明書、戸籍全部個人事項証明書、戸籍謄本証本、除籍謄本証本、改正原戸籍謄本証本、戸籍の不評の写し全部一部、身分証明書、独身証明書です。必要なもの、スマートフォン、マイナンバーカードが読み取れるもの、マイナンバーカード、署名用電子証明書暗証番号、クレジットカード、E メールアドレス。詳しくは区のホームページをご確認ください。お問い合わせは戸籍住民課証明交付係、電話 5742-6659 番、ファックス 5709-7625 番です。品水の深海生物展。海の底からこんにちは。この冬開催した深海生物展をさらにパワーアップし、開催期間を延長します。飼育員が駿河湾で採集した深海生物を展示するほか、ダルマザメなど深海生物の珍しい標本も新たに展示します。今しか見ることができない珍しい生き物たちにぜひ会いに来てください。開催期間は5月9日月曜日まで。入館料1,350円、小中学生600円、4歳以上の幼児300円、65歳以上1200円です。なお、区内在住、在勤、在学の方は各自住所など確認のできるものの提示で800円、小中学生400円、4歳以上の幼児200円、65歳以上の方700円の料金になります。守るっちの提示でも可能です。開館時間、午前10時から午後5時。入館は閉館の30分前までです。休館日は火曜日。
なお、3月22日、29日は営業します。場所、お問い合わせ、勝島 3-2-1、品川区民公園内、品川水族館。電話 3762-3433 番、ファックス 3762-3436 番。ホームページアドレス、https://www.aquarium.gr.jp/ です。緑と花のフェスティバル。1、品川区民公園、勝島 3-2。4月2日土曜日、3日日曜日、午前10時から午後4時。内容は、フラワーアレンジメント教室、植木販売、昔遊び工作ほか。お問い合わせは、品川区民公園。電話、3762-0655 番、ファックス 3767-8258 番です。2、戸越公園、豊町 2-1。4月9日土曜日、10日日曜日、午前10時から午後4時。内容、公園で育てた苗木配布、親子記念写真撮影会ほか。お問い合わせは戸越公園。電話 3782-8819 番、ファックス 3782-8849 番です。3、東品川海上公園、東品川 3-9。4月16日土曜日、17日日曜日、午前10時から午後4時。内容、草花を使った工作、押し花コーナー、苗販売ほか。お問い合わせは、東品川海上公園。電話ファックス同じ番号で 3471-3696 番です。4、西大井広場公園、西大井駅前。4月23日土曜日、24日日曜日、午前10時から午後4時。内容、ふれあい動物園、ポニー乗馬ほか。お問い合わせは、品川区民公園。電話 3762-0655 番、ファックス 3767-8258 番です。お伝えした1、2、4の各会場で、拠点回収で回収し、再生処理をした園芸土を土曜日のみ無料配布します。日曜日の配布はありませんのでご注意ください。配布予定数がなくなり次第、配布終了となります。園芸土の配布について詳しくは、品川区清掃事務所。電話 3490-7098 番、ファックス 3490-7041 番へお問い合わせください。税の便り、国税庁ホームページ、アドレス、www.nta.go.jp/。申告書の内容を間違えていたとき、確定申告書を提出した後、計算誤りなど、申告内容に誤りがあることに気づいた場合、申告内容を訂正することができます。税額を多く申告していたときは、公正の請求。税額を少なく申告していたときは、修正申告を行ってください。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成できます。ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方が確定申告書を提出した場合、ワンストップ特例の適用がなくなりますので、ワンストップ特例を申請した寄付金も申告する必要があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告できなかった方は、申告期限を延長することができます。お問い合わせ、港区高輪 3-13-22 品川税務署、電話 3443-4171 番、中延 1-1-5 荏原税務署、電話 3783-5371 番です。乳幼児の子育て、介護リフレッシュに保養所をご利用ください。区民の方は割引価格でお泊まりいただけます。品川荘、伊東市広野 1-3-17、電話 0557-35-0321 番、ファックス 0557-35-0345 番、
ホームページアドレス www.shinagawasou.com/。高輪荘日光市舗装町676-1、電話0288-54-0988番、ファックス0288-54-0954番、ホームページアドレス www.korinsou.com/です。電話受付は午前9時から午後6時。区民の方、区内在住、在勤、在学の方は利用月の6ヶ月前の1日より。10月分の受付は4月1日金曜日より受け付けます。区民以外の方は利用月の4ヶ月前の1日より受け付けます。代表者の住所、氏名、電話番号、利用施設、利用月日、人数などを電話かファックス、ホームページ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。予約受付は先着順です。ただし、繁忙期は抽選となります。品川荘は7月16日から8月20日、高輪荘は8月10日から8月16日が繁忙期となります。また締め切りは受付開始月の月末午後6時です。それでは利用料金をお伝えします。なお、区民は区内在住、在勤、在学の方を言います。品川荘、高輪荘、A タイプ。大人、中学生以上。平日、休日は、区民料金、税込みで6443円。区外料金。区民と同伴の場合、税込み8718円。区外の方のみ、税込み1450円です。休前日、区民料金、税込み6993円。区外料金、区民と同伴の場合、9268円。区外の方のみ、税込み1万1000円。繁忙期、区民料金、税込み7970円。区外料金、区民と同伴の場合、税込み12568円。区外の方のみは、税込み14300円。子供、小学生、そして乳幼児は、通年、区民料金が税込み5115円。区外料金、区民と同伴の場合は税込み7700円。区外の方のみは税込み9020円となります。子供、小学生、乳幼児は、寝具、食事不要の場合は無料となります。食事のみは1100円、寝具のみは3055円です。一泊二食付きです。一室一名利用の場合は2200円の割増となります。また、品川荘は入湯税150円がかかります。高輪荘 B タイプ、室内にトイレなしは、お伝えした料金から550円引きです。区民の方は区の補助により区民料金でご利用いただけるため、宿泊時に運転免許証、健康保険証、社員証など、住所などが確認できるものを宿泊者全員分お持ちください。確認できない場合は補助は受けられません。高輪荘は3月31日木曜日まで一般利用の予約を休止しています。詳しくは施設へお問い合わせください。予約などは各施設へお問い合わせください。お問い合わせは地域活動課、電話 5742-6687 番、ファックス 5742-6877 番です。5月8日日曜日、ワックワクランド品川、ファンファンファン、遊ぼう、笑おう、楽しもう。児童福祉週間にちなんだ児童センター全館が集まるイベントです。遊び、工作、スポーツなど、いろいろな体験ができます。時間、第1部は午前10時半から午後0時半、第2部は午後1時半から3時半。場所は、
区役所前品川中央公園多目的広場。そして第2庁舎2階品川防災体験館です。雨が降った場合は会場と内容を一部変更して開催します。定員は先着で各回1000人。お申し込み、4月1日金曜日から23日土曜日に直接児童センターへお願いします。日曜日を除きます。お問い合わせは子ども育成課育成支援係、電話 5742-7823 番、ファックス 5742-6351 番です。品川区立環境学習交流施設、エコル戸越のオープニングイベント、フリーマーケット出店者募集。品川区立環境学習交流施設、エコル戸越のオープニングイベントでフリーマーケットを開催します。ご家庭で不要となった品物を出品してみませんか？初めての方も大歓迎です。5月1日日曜日、午前10時から午後3時、場所は豊町 2-1-20、戸越小学校体育館。対象は区内在住で、18歳以上の家族かグループ。一人では申し込みできません。またプロの方は出店できません。募集数は抽選で25点、出店料は無料です。なお、食料品、医薬品、生き物、手作り品の出品はできません。駐車場は使えません。使い捨てプラスチック削減のため、出品物受け渡し用のビニール袋などの使用はご遠慮ください。申し込み方法、お問い合わせ。4月4日月曜日までに必ず届くように、往復はがき、1グループ1枚に、エコル戸越フリーマーケットとし、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、郵便番号 141-0032、大崎 1-14-1、品川区清掃事務所へお送りください。電話 3490-7098 番、ファックス 3490-7041 番です。お知らせでした。健康ガイドをお届けします。まずお問い合わせ先です。品川保健センターは郵便番号 140-0001、 北品川 3-11-22、 電話 3474-2225 番、ファックスは 3474-2034 番。大井保健センターは郵便番号 140-0014、大井 2-27-20、 電話 3772-2666 番、ファックスは 3772-2570 番。荏原保健センターは郵便番号 142-0063、 荏原 2-9-6、 電話 3788-7016 番、ファックスは 3788-7900 番です。では内容をご案内してまいります。引きこもりシリーズ学習会、4月21日木曜日午後2時から4時まで行います。内容は引きこもりの理解と家族システム。対象は家族などの不登校引きこもりでお困りの方、定員は20名です。お申し込みは電話で大井保健センターへどうぞ。電話番号は3772-2666番です。会場またお問い合わせ先も大井保健センターです。がんの夜間相談窓口、毎月開催しています。4月は15日金曜日午後6時から8時です。当日会場の江東区豊洲 6-4-18 マギーズ東京へお越しください。電話番号は 3520-9913 番です。お問い合わせは健康課保健衛生係へどうぞ。電話 5742-6743 番、ファックスは 5742-6883 番です。思春期家族教室、予約制です。不登校や引きこもりなどの対応について学び合います。家族からの相談に心理師が助言します。
4月4日月曜日午後2時から4時。講師は臨床心理士の袖本玲子氏です。お申し込みは電話で品川保健センターへどうぞ。電話 3474-2904 番です。会場お問い合わせも品川保健センターです。4月保健センターの心の健康専門医相談。こちら予約制になります。精神保健相談、心の病気など、品川保健センターは1日金曜日に行います。大井保健センターは13日水曜日、荏原保健センターは22日金曜日に行います。うつ病安心相談、品川保健センターは22日金曜日、大井保健センターは13日水曜日、荏原保健センターは27日水曜日に行います。高齢期の心の相談、品川保健センターは26日火曜日、大井保健センターは5日火曜日、荏原保健センターは8日金曜日に行います。児童思春期の心の相談、品川保健センターは6日水曜日、大井保健センターは14日木曜日、荏原保健センターは19日火曜日に行います。お問い合わせは各保健センターへどうぞ。次に、水中散歩教室のご案内です。高齢者や低体力者を対象としたプールで歩く運動です。プールで歩く運動は、膝や腰に負担をかけずに効果的に行えます。泳いだり、プールに顔をつけたりすることはありません。では、会場、日程などをお伝えしてまいります。なお、番号をお伝えしますが、これは申し込む際必要です。番号1と2、会場は戸越 1-15-23、戸越台中学校温水プール。日程は4月7日から6月2日の間の木曜日に行います。回数は8回です。開始時間番号1と2で異なります。1の開始時間は午前9時45分、2の開始時間は午前11時45分です。定員は抽選でそれぞれ30名、金額それぞれ4000円です。番号の3です。会場は東五反田 2-11-2、日野学園温水プール。日程は4月14日から6月9日の間。この間の木曜日に行います。回数は8回です。開始時間は午後1時45分。定員は抽選で30名。金額は4000円です。番号の4と5。会場は八潮 5-11-2、八潮学園温水プールです。日程は4月14日から5月26日の間の金曜日です。回数は6回になります。番号4の開始時間は午前9時45分。番号5の開始時間は午前11時45分です。定員は抽選でそれぞれ30名。金額はそれぞれ3000円です。番号6と7です。会場は北品川 3-9-30 品川学園温水プール。日程は4月15日から5月6日の間の金曜日。回数は3回になります。番号6の開始時間は午前9時45分。7の開始時間は午前11時45分です。定員は抽選でそれぞれ30名。金額はそれぞれ1500円です。番号8と9です。会場は双葉 1-3-40、法要の森学園温水プール。日程は4月1日から6月10日の間の金曜日。回数は9回になります。開始時間番号8は9時45分。9の開始時間は午前11時45分です。定員は抽選でそれぞれ30名。金額はそれぞれ4500円です。いずれも1時間です。では申し込み方法です。3月28日月曜日必着で
往復はがきでお願いします。はがきには教室名、お伝えした番号、住所、振り仮名をつけた氏名、生年月日、性別、電話番号を明記してください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-0001 北品川 3-11-22 品川健康センター。電話番号は5782-8507 番、ファックスは5782-8506 番です。なお、おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果表が必要です。変わりまして、がん検診などをご案内してまいります。一部有料です。職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。検診の種類によって日時などが異なります。詳しいことは区ホームページをご覧になるか、健康課へお問い合わせください。実施会場では換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めています。定期的に受診しましょう。乳がん検診、予約制です。受診券があります。対象は偶数年齢時34歳以上の女性です。会場は各医師会、契約医療機関、検診者です。子宮がん検診、受診券があります。対象は偶数年齢時20歳以上の女性です。大腸がん検診、対象は40歳以上の方。喉頭がん検診、予約制です。対象は40歳以上の方、喫煙者など。前立腺がん検診、対象は55歳以上の男性です。眼科検診、受診券があります。対象は令和4年3月31日現在、45歳、55歳の方。なお、こちら3月31日までとなります。20歳からの検診、対象は令和4年3月31日現在、20歳から39歳の方。以上お伝えしました子宮がん検診から20歳からの検診まで、いずれも契約医療機関で行います。続いてご紹介する胃がん検診は、対象年齢が重なった方は、どれか一つを選択してください。胃がん内視鏡検診、予約制です。受診券があります。対象は令和4年3月31日現在、偶数年齢時50歳以上の方。こちらは契約医療機関で行います。胃がんリスク検診、受診券があります。令和4年3月31日現在、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳で受けたことがない方が対象です。こちらも契約医療機関で行います。胃がんバリウム検診、予約制です。受診券があります。対象は令和4年3月31日現在、偶数年齢時40歳以上の方。こちらは各医師会で行います。肺がん検診、予約制です。対象は40歳以上の方。一般コースは各医師会と契約医療機関で行います。ヘリカル CT コースは各医師会で行います。成人歯科検診、受診券があります。対象は令和4年3月31日現在、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方。契約医療機関で行います。こちらは3月31日までとなります。障害者歯科検診、対象は令和4年3月31日現在、20歳から39歳の方。こちらは各歯科医師会へ電話で事前に連絡してください。結核検診、予約制です。対象は65歳以上の方。契約医療機関で行います。肝炎ウイルス検診、予約制です。対象は受けたことがない方。
こちらは品川保健センター、江原保健センター、契約医療機関で行います。以上につきまして、お申し込みお問い合わせ先です。健康課電話 5742-6743 番、ファックスは 5742-6883 番、品川区医師会電話 3474-5609 番、江原医師会電話 3783-5168 番、品川歯科医師会電話 3492-2535 番、江原歯科医師会電話 3783-1878 番です。以上、健康ガイドでした。次は応急診療所のご案内です。行く前に必ず電話連絡を入れてください。また受診の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。小児平日の夜間です。診療時間は祝日と休日を除きます月曜日から金曜日の午後8時から午後11時まで、受付は午後10時半まで。場所は品川区子ども夜間救急室畑野台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階です。電話番号は 3784-8181 番。なおこちら外傷は対応できません。休日の昼間と夜間です。診療時間は午前9時から午後10時まで、受付は午後9時まで。3月21日祝日、27日日曜日、内科と小児科は品川区医師会休日診療所、予約制です。北品川 3-7-25、 電話 3450-7650 番。江原医師会休日診療所、予約制です。中延 2-6-5、電話 3783-2355 番。薬局です。海栄薬局品川、北品川 3-11-16、 電話 3471-2383 番。江原休日応急薬局中延 2-4-2、 電話 6909-7111 番です。休日の昼間です。診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時半まで。3月21日日曜日、内科と小児科は折敷満クリニック、東大井 2-9-11、 電話 5762-2789 番。歯科は林歯科医院、西五反田 5-1-23、 電話 3493-1718 番。井口歯科医院、小山 3-23-7、 電話 3788-0202 番。接骨です。山根接骨院、西品川 1-23-15、 電話 3779-9137 番。押田接骨院、小山 2-8-13、 電話 3787-8036 番。休日の昼間、3月27日日曜日です。内科と小児科は石井診療所、南大井 4-5-6、 電話 3761-5477 番。歯科は目黒大戸ゆかり歯科クリニック上大崎 2-26-5、 電話 3490-8822 番。大原歯科医院、中延 2-8-3、 電話 3781-5565 番。接骨です。鈴木整骨院、南大井 4-9-21、 電話 3763-3816 番。聖道館清水接骨院、小山 3-15-1、 電話 3783-0685 番。土曜日の夜間です。午後5時から午後10時まで、受付は午後9時まで。3月26日土曜日、小児科品川区子ども夜間救急室畑野台 1-5-8、
昭和大学病院中央棟4階、電話 3784-8181 番。こちら外傷は対応できません。なお、重病の方は119番もご利用ください。また、受付時間にご注意ください。今度は眼科救急の応急診療です。東邦大学医療センター大森病院、大田区大森西 6-11-1、 電話 3762-4151 番。こちらの応急診療、日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、祝日です。昭和大学病院附属東病院西中延 2-14-19、 電話 3784-8383 番。こちらの眼科救急の応急診療は日曜日、火曜日、金曜日、土曜日、そして祝日です。荏原病院大田区東行きがや 4-5-10、 電話 5734-8000 番。こちらの眼科救急の応急診療は祝日を含みます木曜日です。診療時間をご案内します。日曜日、祝日は午前9時から翌日の午前8時まで。月曜日から金曜日は午後5時から翌日の午前8時まで。土曜日は正午から翌日の午前8時までになります。なお、緊急手術や重症患者対応の時は診療をお待ちいただくか、他の病院を紹介する場合があります。今度は医療機関の24時間案内です。東京都保健医療情報センターひまわり、電話 5272-0303 番、ファックスは 5285-8080 番。救急相談センター、救急車を呼ぶのに迷ったら、電話シャープ7119番。 IP 電話などからは3212-2323 番です。お子さんの急な病気に困ったら小児救急電話相談もご利用ください。電話番号はシャープ8000番。 IP 電話などからは 5285-8898 番です。こちら月曜日から金曜日の午後6時から翌日の午前8時まで受け付けています。また土曜日、日曜日、祝日、年末年始は午前8時から翌日の午前8時まで受け付けています。以上、応急診療所のご案内でした。新型コロナウイルス感染症関連のお知らせです。新型コロナワクチン接種についてのお知らせ、お伝えするのは3月10日時点の情報です。4月21日より3回目接種の集団接種会場、区設置会場を新たに1か所開設します。接種の日程など詳しいことは区ホームページをご覧ください。区設置会場ではモデルナ社ワクチンを使用しています。4月21日より開設する区設置会場は旗の台 5-13-9 旧リボン旗の台です。すでに開設している区設置会場は豊町 3-5-31旧荏原第四中学校と勝島 2-1-2 大井競馬場です。お問い合わせ先です。品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、こちらは品川区における新型コロナウイルスワクチン接種に関するさまざまな相談もお受けします。電話番号は03-6633-2433 番です。ファックス番号は03-6684-4845 番です。受付時間午前9時から午後7時です。英語、中国語にも対応しています。
土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日解説しています。電話番号のかけ間違いが多くなっています。番号をよく確認の上おかけください。なおファックスですが、こちらは言語聴覚障害の方のための専用番号です。その他の方のご利用はご遠慮ください。随時新しい情報に更新しています。最新の情報は区ホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内です。新型コロナウイルス感染症全般について、新型コロナオミクロン株コールセンターナビダイヤルで 0570-550-571 番、ファックスは 5388-1396 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日午前9時から午後10時です。厚生労働省の電話相談窓口フリーダイヤルで 0120-565-653 番、ファックスは 3595-2756 番です。こちらの受付時間、土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日午前9時から午後9時です。無料の PCR 検査を受けたい方は次のところへどうぞ。東京都 PCR 等検査無料化事業事務局コールセンター、電話番号は 4405-4958 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含む毎日午前9時から午後7時です。発熱などの症状がある方、まずはかかりつけ医にご相談ください。東京都発熱相談センター、こちら看護師、保健師が対応します。電話番号は2つあります。5320-4592 番、そして6258-5780 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日24時間です。東京都発熱相談センター、医療機関案内専用ダイヤル、こちらは土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日受け付けています。電話番号2つあります。6630-3710 番、こちらの番号は24時間受け付けています。そしてもう一つは 6626-3473 番、こちらの受付は午前9時から午後6時となっています。自宅療養者の相談窓口です。自宅療養サポートセンター、うちサポ東京、フリーダイヤルで 0120-670-440 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含みます毎日24時間です。品川区電話相談窓口、電話番号は 5742-9108 番です。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を除きます午前9時から午後5時です。濃厚接触者について、同居家族などの濃厚接触者の自宅待機期間は7日間です。家庭内で感染対策を開始した日か、陽性者が発症した日のいずれか遅い方を0日目、0日目として7日間の待機が必要です。なお、この場合の感染対策とは、家庭内での常時マスク着用、手洗い、換気、トイレ、風呂など共用部分の消毒、寝室を分けるなどの対策を指します。自宅療養証明書について、自宅療養をされた方のうち、自宅療養証明書の発行を希望する方は、品川区保健所へ申請してください。申請方法など詳しくは区ホームページに掲載しています自宅療養証明書をご希望の方へ、こちらをご覧ください。なお、
ホテル施設の療養証明書が必要な場合は、東京都事業推進課宿泊療養証明担当、電話 5320-4478 番へどうぞ。入院の証明が必要な場合は、入院医療機関へ直接お問い合わせください。以上、このコーナーに関するお問い合わせ先、品川区電話相談窓口へどうぞ。 5742-9108 番です。またファックス番号は 5742-9158 番です。以上、新型コロナウイルス感染症関連のお知らせでした。品川区水と緑の基本計画行動計画を改定しました。区では計画を改定するにあたり、水と緑に関する取り組みを整理するとともに、近年の社会情勢などに対応した今後の取り組みについて、水と緑に関する目標や具体的な施策を定めることを目的とし進めてきました。昨年10月から11月にパブリックコメントを実施し、お寄せいただいたご意見も参考に、品川区水と緑の基本計画行動計画を改定しましたので、その概要をお知らせします。水と緑の将来像、水と緑がつなぐ街。平成24年に策定された現行計画の将来像を継承しつつ、水と緑を取り巻く社会情勢の変化に対応し、水と緑の持つ多様な機能を活用することで、防災・減災などの地域課題への対応、品川らしい水と緑の継承、町のにぎわいの創出、新型コロナ危機を契機とした新しい生活様式への対応などを充実させます。将来像のイメージ、水と緑がつなぐ街の実現、街の中で水と緑を魅力的に感じられる空間が広がっています。緑率 25% の実現、人と生き物でにぎわう水辺が復活しています。目黒川での友禅流し、友禅染めの復活、遊泳、鮎の遡上などの実現。目標、計画目標、令和13年までの目標、緑に関する目標、3つあります。1、緑の綺麗さや緑空間の区民満足度 80%。 2、緑率 21.7%。 3、NPO やエリアマネジメントなどの地域団体による利用を促進・管理する公園数22箇所。水辺に関する目標、こちらも3つです。1、水のきれいさや水辺空間の区民満足度 50%。 2、親しめる水辺が多いと感じる区民の割合 50%。 3、区有船着き場の利用回数年450回。以上が目標です。次は計画の基本方針、こちらは5つあります。 1、 区民の安全や生き物の命を支える水と緑を守り育てる。2、身近な水と緑を柔軟に活用し、多様で豊かな暮らしを実現する。3、品川らしい水と緑を継承し、まちづくりに生かす。4、さまざまな人の活躍の場となる魅力的な水と緑のにぎわい拠点を作る。5、区民と行政が一丸となって水と緑を育む。
パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方をお伝えします。3人の方から9件のご意見をいただきました。主なご意見と区の考え方をお伝えします。主なご意見は一部要約してお伝えします。水辺の計画目標1の水のきれいさや水辺空間の区民満足度について目や耳の不自由な人にも優しくあってほしい。区の考え方、区民満足度を向上させるためのさまざまな取り組みにおいては目や耳の不自由な方々にも配慮し進めていきます。次の主なご意見、特に夏場において目黒川からメタンガスのような匂いがするので目黒川の水質浄化を早くお願いしたい。区の考え方、目黒川では潮の干満の影響などにより河川の白濁化や悪臭発生などが見られ水質が一時的に悪化することがあります。そのため区ではこれまでに過小に堆積した汚泥の浚渫などの水質改善対策に取り組んでいます。今後も引き続き東京都や目黒区などと連携を図りながらさらなる目黒川の水質改善対策に取り組んでいきます。次の主なご意見、緑について今ある緑を維持していくのか、さらに樹木の本数や公園などを増やしていくのか教えてほしい。区の考え方、今回の計画では15ヘクタールの緑を増やすことを目標としています。今ある緑を守りながら区有地緑化制度の充実などを通して公有地・民有地問わず街中のさまざまなスペースの利用など開発事業者も含めた地域による緑化推進に取り組んでいきます。パブリックコメントにご意見をお寄せいただきありがとうございました。品川区水と緑の基本計画行動計画改訂版の全文とお寄せいただいたご意見の概要、そして区の考え方は第二庁舎4階の公園課、第二庁舎5階の河川下水道課、第三庁舎3階の区政資料コーナー、また区ホームページでご覧いただけます。お問い合わせ先です。緑に関することは第二庁舎4階講演会どうぞ。電話 5742-6799 番、ファックスは 5742-9127 番。水に関することは第二庁舎5階の河川下水道会どうぞ。電話 5742-6794 番、ファックスは 5742-6887 番です。品川区水と緑の基本計画行動計画を改訂しましたをお伝えしました。次は子育てピックアップです。18歳高校生までを対象とした講座、スポーツや子育てに関する情報です。お知らせ、防犯ブザーを無償配布します。区内在住の新中学1年生で品川区立中学校、義務教育学校後期課程以外に通学する生徒のうち希望する方、申し込みは4月5日火曜日から5月31日火曜日の間に生徒の住所・氏名・年齢が分かるもの、健康保険証や生徒手帳などをお持ちの上、第二庁舎7階学務課へお越しください。電話番号 5742-6828 番、ファックスは 5742-0180 番です。また地域センターでも受け付けています。お問い合わせも学務課または地域センターへどうぞ。イベントなど
一人親家庭新入学お祝い会、4月17日日曜日午後2時から3時まで行います。午後1時半から受け付けます。場所は双葉 1-1-2 荏原第五区民集会所。対象は一人親家庭で小学中学高校の新1年生と親兄弟姉妹です。記念品があります。主催は品川区ひとり親家庭福祉協議会。お申し込みは4月8日金曜日までに電話で子育て応援課ひとり親相談係へどうぞ。電話番号は 5742-6589 番、ファックスは 5742-6387 番です。お問い合わせもこちらへどうぞ。以上、子育てピックアップでした。続いてシニアニュースです。65歳以上の方を対象としたお知らせや講座などの情報です。運動教室、公園などに設置した健康遊具を使って日常生活でつまずかない、ふらつかない体づくりを行う運動です。会場日時をご案内します。西大井 2-4-4 特別養護老人ホームロイヤルサニー、こちらは第2と第4金曜日の午前10時から11時半まで行います。南大井 4-18-14 鈴ヶ森公園、こちらは第2と第4金曜日の午後2時から3時半まで行います。平塚 2-12-3 京葉公園、第2と第4金曜日午前10時半から正午まで行います。北品川 2-28-12 北浜公園、こちらは第1と第3木曜日午前10時半から正午まで行います。八潮 5-11-16 八潮公園、第1と第3木曜日の午後2時から3時半まで行います。なお、祝日などは日程が変更になります。対象は区内に住民登録があり、ご自分で会場までの往復ができる、運動するのに支障のない65歳以上の方。参加方法です。当日直接会場へどうぞ。お問い合わせは高齢者地域支援課介護予防推進係、電話5742-6733 番、ファックスは5742-6882 番です。シニアニュースでした。変わって品川情報プラザお知らせです。新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給対象期間が6月30日まで延長になりました。詳しくは区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。お問い合わせ先、国民健康保険に加入している方は国保医療年金課へどうぞ。電話 5742-6677 番、ファックスは 5742-6876 番。後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターへどうぞ。電話番号はナビダイヤル 0570-086-519 番、ファックスは0570-086-075 番です。戸越市内在宅介護支援センター移転のお知らせです。移転日は3月24日木曜日です。
移転先は戸越 1-15-23 戸越台特別養護老人ホーム1階、電話番号は 5750-1053 番、ファックスは 5750-1496 番です。番号に変更はありません。お問い合わせは高齢者福祉課高齢者支援第2係へどうぞ。電話 5742-6730 番、ファックスは 5742-6881 番です。第2回品川区子ども・子育て会議を傍聴しませんか。3月30日水曜日午後2時から4時。内容は新規開設の特定教育・保育施設などの利用定員についてなど。定員は先着で10名です。傍聴方法です。当日午後1時半から区役所議会棟6階第2委員会室で傍聴券を配布します。委員会室のスクリーンでオンライン傍聴になります。託児をご希望の方は3月22日火曜日までに電話で保育課へ申し込んでください。お問い合わせ保育課施設運営係、電話 5742-6724 番、ファックスは 5742-6350 番です。狂犬病予防定期集合注射のご案内です。犬の所有者は年1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法で義務付けられています。定期集合注射を区内16箇所の指定動物病院で実施します。なお、定期集合注射では、注射と注射済み表の交付申請が同時にできます。期間は4月1日金曜日から30日土曜日です。時間は会場によって異なりますのでご確認ください。この期間内に注射できない場合は原則として6月30日木曜日までに動物病院で注射を受け、生活衛生課、保健センター、地域センターのいずれかで注射済み表の交付申請をしてください。犬が転出また死亡した場合は届け出をしてください。対象は生後91日以上の飼い犬です。費用です。注射料金と注射済み表交付手数料合わせて3750円です。実施期間以外は注射料金が異なる場合があります。お問い合わせは本庁舎7階の生活衛生課へどうぞ。電話 5742-9132 番、ファックスは 5742-9104 番です。さて、4月2日土曜日、おもちゃの病院はお休みです。お問い合わせは消費者センターへどうぞ。電話 6421-6136 番、ファックスは 6421-6132 番です。手話講座手話舞踊メンバー募集のご案内です。まず初心者向け手話講座、実用的な生きた手話を学びます。日程は4月から12月の間の第1日曜日午後1時から2時です。8月は除きます。定員は10名程度。小学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。申し込み方法です。はがきに手話講座と書いて、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、品川総合福祉センターへ申し込んでください。次は手話舞踊メンバー募集、手話を取り入れた流れるような手話舞踊を行います。こちらは毎月第1日曜日午後2時から3時。対象は小学4年生から中学生の方。
お申し込みは電話で品川総合福祉センターへどうぞ。ご案内しました手話講座、手話舞踊メンバー募集、いずれも場所は八潮 5-10-27 八潮在宅サービスセンター。講師は手話舞踊森の光主催の森光恵氏です。お問い合わせ先です。郵便番号 140-0003 八潮 5-1-1 品川総合福祉センター。電話番号は 3790-4839 番、ファックスは 5755-2345 番です。品川情報プラザお知らせでした。おしまいはリサイクルゴミコーナーです。拠点回収にご協力ください。古着、古布、配色用油、不要園芸土、携帯電話、スマートフォンなど小型家電。拠点回収は4月9日土曜日、23日土曜日午前10時から正午まで、小学校など31箇所で行います。小学校は台場、三次、第一日の、第三日の、後ろ寺、小山、第二円山、大原、鈴ヶ森、浅間台、慶応、城南第二、立ち合い、旗の台、大井第一、円山、宮前、宝水、伊東、源氏前、小山台、以上の各小学校、それから日野、伊東、法要の森学園、各地域センター、品川第一、大崎第一、大井第二、大井第三、八潮の各地域センター、また区役所、そして品川区清掃事務所でも拠点回収を行います。雨でも行います。なお、回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為はおやめください。時間外に学校などでのお預かりもできません。拠点回収品目です。古着、古布、洗濯済みのものになります。回収できないものは靴下類、下着、和服、制服、ダウン、中綿入りのもの、カーペット、バスマット、布団、カバンなどです。それから配食用油、これは食用の動物性、植物性の油です。水が混入しているものは回収できません。そして不要園芸土、これは家庭で不要になった園芸土、回収できないものは枝、根、石など異物が混じっている土、腐敗した土、事業所から出された土、プランター、植木鉢、以上のものは回収できません。それから10センチ×25センチ以内の小型家電、次の小型家電製品、携帯電話、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、携帯型デジタル音楽機器、 MD、CD プレーヤー、 IC レコーダーなど、家庭用ゲーム機、車載機器、こちらはカーナビ、 ETC ユニットなど、それから AC アダプターなど付属品です。さて、リサイクル情報誌くるくる1日に発行しています。譲りたいもの、譲ってほしいものを紹介しています。区施設などに置いてあります。5月号の掲載は4月20日水曜日までに電話かファックスでお申し込みください。フリーマーケット出店者を募集します。4月2日土曜日午前9時半から午後2時、雨の場合は3日日曜日に行います。募集数は20点、出店料は600円です。場所は勝島 3-2 の品川区民公園です。
当日直接お越しください。お問い合わせは森本さん、電話 3763-7613 番です。使用済みインクカートリッジの回収、区役所や地域センターなど26カ所で回収しています。トナーカートリッジは対象外になります。携帯電話などの小型家電は区役所、体育館、品川図書館など6カ所でも回収しています。注射針は区では収集しません。処方された医療機関に返却するか、使用済み注射針回収薬局の看板のある薬局へお持ちください。以上、このコーナーに関するお問い合わせは郵便番号 141-0032 大崎 1-14-1 品川区清掃事務所へどうぞ。電話 3490-7098 番、ファックスは3490-7041 番です。以上、リサイクルゴミコーナーでした。今回の内容はこれでおしまいです。いかがでしたでしょうか。お役に立った情報ありましたか。アナウンス担当は馬の目桃子と飯島正幸でした。ではまた次回まで、ごきげんよう。さよなら。